さて、帰るとすっか。さて、皆さん、降伏して今からまた今度はね、元の方に戻りたいと思っています。いや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 、ここにね、もう一個トンネルがあるんだけど、こっちはね、もう本当に全然違う。雰囲気がね、全く違うんですよ。向こうはね、あんまり感じなかったんやけど、こっちね、めっちゃ暖房と冷房の違いっていうかぐらいで、今ね、もうものすごくね、僕重大な重圧に押されとるような肩と首がめちゃくちゃ痛い。これね、すごい画像に映ってくれないっていうのがね、言ってるんすよ。撮れた？よかったじゃん。青色でしょ。嘘。そこら辺撮ってみよう。青色撮れへん。そこら辺。もうね、こうやって映っとると多分ね、ゆっくらとね、変な薄い影が天井をね、ふわふわ飛んでるのが多分画像で見えるかもしれないですよ。ムイ君がカットしなければ。いや、本当にね、2つ目 あのトンネルって言われたけど、本当にすごい。さあ、皆さん、トンネルの2つ目のし、ね、トンネルももう出口が近づいてきました。もうね、まず何がっていうとね、もうこっちは動物臭い。でも本当に多く取りづらいっすな。ここは本当にあれやね、動物が集まるってことはこっちはやばいな、いや、動物が集まるってことはそれなりに良くない方向なのかな。ちょっとね、こっちにね、遊具所がいるからちょっと行ってみようかね。なんだろうね、これは。やべえな、ここ、この空気もなんか違うね。これ上なんかあるぞ。なるほど、これを教えたかったんか。だから行くのは嫌だ。なぜかというと登るのが嫌。さて、次の第2弾のトンネルです。もうね、今はね、本当にね、画像で撮りたいの頑張ってんだけどね、天井がすごいね。天井からね、いくつかね、これ結構いるんだよね。だけどさ、撮れないんです。まあ、霊感の感じでしょ、感じてください。
コウモリちゃんがフィーバーしてる。今日ライブ。完全これ。あれこれ。違う。声聞こえるよね。うん、声は聞こえる、人の声。なんで？声の声で。同じような人が来たんやろ。なんか俺たちみたいなバカ言っておるなぁ。あいつら本当に言ったんだね。勇気あるね。俺らも。俺らだってもう一回言ってるじゃん。眩しい。オーブがいるね。俺らじゃない。あっち。ここはなんでかあるぞ。今日は成果ゼロだね、ほとんど。下見だもん。いいじゃねえっすもん。もう一回夜来ようよ。おお。トンネル見てて思ったけど、いよいよ虫が湧き始めましたな。でもトンネルで大声出すぎたろか、うわー。それ俺らが食らったやつ。うん、ビビるかな、もう一度。はい、皆さん、これで青山トンネルも探索終わりました。 2回目のまたね、今度ね、夜来て2つ目のトンネルをちょっとやってみたいと思います。うん、そうですな、夜晩、夜晩、今夕方晩。もうね、入ってきた時は明るかったけど真っ暗い。ね、びっくり、うん、びっくりしちゃった。いい感じの夕方に本当に探索できたんだな。そうそうそう。もちろんこうだったかな。何が声聞こえたの。こっちじゃなかったかな、声。ビビりすぎて動けんかったね。階段か。下りだからセーフセーフ。出たかよ。なんていうの、通る道もなんかあれな感じなんですよ。うん、ここ女性の霊が本当。うん、女性の霊じゃない。これは若いでしょ、まあ、20前後でな、20から25の間ぐらいかな。あ、俺より年下や。俺よりか年上だな。めんどくせえ。生きてたらやろ、それ。え、そんな昔の方だよ。いや、昔っていうこと昔だねえな、服装から見ると。事故。事故。自殺。こっちか。なんかすごい。完全に夜の山道になってしまった。なんでエスカレーター作らんの。シカちゃんしか飛ばないよ。ちょっと待って、あ、違うか。何か動物が。大丈夫、シカちゃんが目の前に飛び出してくるっていう展開にならない限り俺たちは逃げれる。シカちゃんは逃げてくればいいんだけど。
オーブが消えた。オーブが消えた。今おると思って映したら緑が映ったのよ。緑久々じゃねえ。何でもなく普通の女性って何にも恨みもなければ緑で映る時あるんだよ。ほう、じゃあ悪い子じゃないね。悪い子じゃない。ムッシー、やめて差し上げろ。ムッシッシー、ムッシッシー、これ全然お前フラッシュ。そう、これなんで、普通こうやって映るやろ。問いかけられとるね。ムッシッシー、ムッシッシー。声聞こえてるってこと？そうそうそう、ねえ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 。どんな声？ねえ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 。普通の女性の声。なんか特徴ないの？ちょっと声に特徴ってある？どういう特徴を探すの？なんでこれ画像切れるんや？20代、20代前半か。20代前半だな。育ちのいい子な声じゃない？育ちのいい声か。なんかちゃんと礼儀をわきまえてる話しかけ方してくるよ。そうだね、あら、遠慮がちっていうか。そう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 、それいい性格の子だね、この子。ちょっとやすがってるな。なんでこれ消えるんや。これ充電か。多分ムイ君この子だわ。あなたに話しかけてだと可能性はある。もう映ってくれない無視するからだわ。無視しちゃえ、無視しちゃえ。そうか、まだいるのか。違う違う違う、水かなと思ったけど向こうやった。行けるぞ。こんなところ、もう集まってきたね。よし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 。あ、近づいてきやがった。やだなぁ。困るなぁ、俺とか見つけられても俺無視するだけですかな。あ、消えた消えたさあ、最後はいいものも取れたな。帰ろう帰ろう。